始まりました。おはようございます。今日もやるよイースタジオライト。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よし、おはようございます。今のところ一人で、はい、誰も来てくれないという一人ぼっちのキレンです。よろしくお願いします。そうね、ちょっとパキってるって言われてるけど、ちょっとパキってるかもしれない。もうね、さっきまでずっと携帯いじってきて、ふぅーって急になんか始まったらテンション上がってきて、そうそう、とりあえずウェイクしときます。誰か来てくれるの待とうかな、うん、ただ今日めっちゃ雨降ってるけど、みんな大丈夫？飛ばされてない？ちょっとテンション上げるわ。そのサングラスを視聴者プレゼントしましょう。しようか？いる？これ欲しい？全然あげるけど、絶対いらねえだろ。虫眼鏡みたい。めっちゃいる？これ。虫眼鏡ってよく言われるんやけど、誰が屋上から投げんねん。やめい。せっかく開けた意味。キレンさんだよー、おはよう。ちょ待って、これツイキャスみたいになってんやんか。ツイキャスもやってるんやけど、キレンさんマジイケメンとコメントを100回続けて。タムケンやって、タムケン、タムケン急にやってるのもちょっと出てるお腹しか見せられない。お腹ぐらいでいつでも見せてあげるけど、ちょっと下準備いるからね、タムケンするのにも。あ、タムケンね、あ、そういうことね、タムケンメガネね。キレンさんおはよう。おはよう。おっしゃ、テンション上げていこうぜ。よっしゃ、焼酎水割りの焼酎抜きだぜ。気持ちいい。うん、一人ってこんなに寂しいもんやな。まあでも日々どうやったら楽しいかっていうのをね、追求してるキレンだからね、任して。レンさんちゃうで、キレンやで、うん、ただの水、いいツッコミ、うん、好き。多分絶対関西人や、わかんねえ。キレンさん大好きって言葉をあと100回続けて。いいよ、もっと。あ、それ、よいしょ、まだまだ。キレンさんマジイケメン ×100 は雑、そういうの嫌いじゃないけど。みんなイーストワン来たことあるんかな、ないかな。あ、てかね、今ね、キレンさん大好き、大好きちゃうのに言わないとダメ。じゃあ言わんでいいわ。じゃあ言わなくていい、無理して言わなくていい。思ってくれてたら言ってくれほしいけどね。もう大好きじゃなかったらもう心の中で嫌いと思ってね。キレンさん超大好き、めっちゃそういうの好き、うん、俺もお前のこと好きってやっぱ思えるからね、うん、あのインスタグラムって俺やってるんよ。もう俺のこと好きって言ってくれる子に対してだけの宣伝やねんけど、もうめっちゃフォロワー増やしたんよね。もうぶっちゃけの話、もうホストでいう売り上げ上げたいっていうのと同じぐらいフォロワーを増やしたんよ。たっちゃん一人だけ、はい、おいで。たっちゃんが来た。いや、一人っていうからなんか参戦しようかなと思って、うん、いやっほ。あ、たっちゃんが来た。たっちゃん絶対いつもだるきやん。え、いやだってあの今から着替えるあれやったから。あ、それよりも着替えよりもキレンさんが一人っていうことが心配なんだ。そう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 、かわいい、かわいいね、たっちゃん。これ駆けつけなあかんなと思って、せり立つかわいいとこあるやん。で、他のメンバーはどこ行ったんすか。他のメガネはね、まずね、そのニコ生っていうことを多分忘れてるから。忘れてますね。俺も忘れてたもん。うん、電話したろ。キレンさんと聞いておく。うせやん。逆にたっちゃんもぐるぐる来るからね。そんな寂しいこと言わないで、うん、今から助っ人呼ぶから。そう、インスタねフォローしてほしい。なんかね、俺もう 9.5 割ぐらい自撮りやねんけど、俺のこと好きって言ってくれるぐらいやから、それぐらい見てほしいなと思って。そう、インスタグラムね、キレンジャイって探したら速攻出てくるから。
さあ出ろ。さあ出ろ、誰にかけて。レナルでしょ。レナルとかやめて、もう足臭いだけやから。それってまだ怒る。まだ。これ今ね、これ知ってる？フラッシュタトゥーってやつ。うちキレンさん大好きなんや、もうめっちゃいいやん。これ今もう流行ってるんよ。俺は完全にさくらゆうしくんがやってんのを見てパクっただけやけど。そう、出やがらね。後でフォローしてくインスタ。サンキュー。ウインク、ウインク苦手や。さて、キレンいつもの一発ゲイ、一発、あ、ゲイ、一発ゲイ、そろそろどっち、一発ゲイか。なかなかのフリしてくれる子やね。じゃあ俺タッチャンに入れられたらいい？マジのやつ？うん、全然無理。一発芸ってそのなんかもう感じがあれやったらね。そうそうそう、ええねんけどね。一発芸ね。一発芸に聞こえるからな。もう定番やけど。夢中で頑張る君へエルボー。すいません。それどこで考えてきてんの？もうこれ無難なやつやけどね。まあまあまあ軽く、まあ出だしやから、出だしはもう軽めに言っとこうかな。顔つき、身分証顔つけじゃなくてダメですよ。なんで抜かりなんって、なんでだろうね。歌っちゃうがね、もう気分やねん。気分乗ったら勝手にくれてる。うん、でも4週連続ぐらいちゃんと頑張ってるからね。歌っちゃん来てる。ええ、逆に歌っちゃう一人だったらもう帰るし。なんで誰のに、誰のニコ生かわからなくなる。決して俺のではない。なんでキレン今日は裸じゃ、いつも裸なん。裸見せようか俺の。乾杯。お、乾杯。イエイ。最近鍛えてんねんけど。おい、マスダって言うな、マスダって。お腹だけやばいよね。ちょ、お腹だけ。タッチもお腹出してる。これじゃ伝わらんな。安心してください、入ってます。でも俺胸筋あるよね。わかる？あ、わからんな。画像じゃ伝わらんわ。この胸筋ブヨブヨやんけ。酒ばっか飲むからな。いや俺ね、多分 A カップあると思う。いや、リアルあるんすよ俺 A カップ。よくね、大阪時代の時にね、毎日来てくれるお客さんがいたんやけど、もう何しに来てか、来てたかって言うたら、あの、キレンのおっぱい気持ちいいよってなんかずっと揉まれてたっていう。よくわからんもん。よくわからん。なんか喜んだ。柔らかいとかって、なんの話やねんと思って。まあ、ええ筋肉は柔らかいからね。あ、そう。うん。おう、カラビスピーカーで喋ります。レンピーさん、ニコ生ですよ。来る？なんで？絶対寝起きやろ。めっちゃ忘れてた。今スピーカーでこの電話配信中やけど大丈夫？ダッシュ。完全忘れてたわーやって。余裕で間に合わんやつ。ね、寝起きやろ。お、そうか。お、これかけてみいか。寝起きですな。さよなら。また、ね。広がらん？壊らん？壊れん？大丈夫？これ今日視聴者プレゼントしてって言われたからさ。はーい。ゴルゴ13みたいな。これどっちが似合う？あ、切れた。レンピーさん今起きました。どっちが似合う？いや、それずるいわ。なんか似合ってるわ。こう聞かないか。おらんおらん。普通に突っ込まん。おらん。で、あーい、おはよう。これね、視聴者プレゼントしなかった今日。マジですか？でもこれね、もうめっちゃ似てんの、3つ持ってんの。え？そう、めっちゃ似てんの3つ持ってんねんけど、これはちょっと5万円ぐらいするの。でももう1個は1000円、 H&M。 おう、うん、それを視聴者プレゼントする。分からんから、これプレゼントって言ってもそれ送ってももう言うてもっとるけどね。キレセコイワーズ、リラクしすぎやん。てか視聴者プレゼントってどうやってやんの？そんな分かる。イースワンに来てもらうんですか？分かる。まあなんとかショッツがやるんじゃない。なんとか。その辺はショッツちゃう。一回なんか俺の写真集プレゼントしようかなみたいなありましたよね。あ、ロスター。ただ誰も応募してくれへんかったよ。いや、多分あ、違う、その時多分出てなかったんじゃない。あ、違う、
1000コメント言ったら写真集を視聴者プレゼントしようってなったんやけど、みんなが追い上げてくれへんかった。追いてくれなかった。890ぐらいで終わった。惜しかった。そんなにいかんか、一層じゃないってのコメントは。初回行きたい、おいで。うん、すぐおいで。すぐ今日おいで。1時からやってるよ。すぐおいで。マスクおいで。写真集欲しい。じゃあ写真集ならね、全然視聴者プレゼントしてもいいけどね。うん、うん、全然あり。もうね、キリンさん大好きって、こうとりあえず LINE して。これとりあえずね、うん、ここあるし、たっちゃんもアピールしていいよ。たっちゃんもその LINE 乗ってるから、あれちょうだい。たっちゃんこっちやん。たっちゃんこっちだよ。たっちゃんこっち、キリンこっち、うん、たっちゃん、たっちゃん内勤ちゃうよ、こんな格好してるけど。たっちゃんあげて、はい、キリンあげる。これやりたいね。あった、あげてみたいですね。達也そんな感じちゃうわ。達也元気なくない？わおわ。あるよ、わおわ。どうしたん、酒取らんのか。行きたいけど顔つき再発行中だから。キャッシュと保険証じゃちょっと厳しいな。 LINE する勇気ないの？え、 LINE していいよ。じゃあもう LINE するから教えて。逆に、うん、達也のあそこが達也、うん、もう LINE の ID ここにもう書いてコメントして。達也との関係を達也、すぐ検索するから。遠くてすぐ会いに行きたくて、もう全然いいよ、うん、これで、うん、あ、送ってくれ。 SODUH、 ほんまに送ってきてくれた。これ調べてみようかな。調べてみてください。出る、ほんまに知らんやつ出てきたらびっくりするよ。これさ、敵それ俺の ID や。この取るわ。よし、じゃあ ID 検査するよ。 SO、 うん、うん、言って。 D、 SOD、 U、 U、 SODU、 HF、 HF 出るかな、うん、入力した ID のユーザーは存在しないか、または検索を許可していません、ね、あれれあれれ。いや、達也2981やってみる。いや、知ってる知ってる。知ってる知ってると出てくる。逆に逆にね。そうやね、キャッシュとね、保険証じゃね、まあ、言っちゃいいよ。社長の ID 出てきた、うん、キャッシュと保険証でね、言っちゃいいよ。俺に LINE くれたら記念さんパワーでいけるかもしれない。ギョッピーギョッピー。もうこれマジ完全にツイキャスだから。ノリキューキャスツイキャスする、うん、もうそれやったらもう見せ物でツイキャスするわ。出ないのかや、うん、いいツッコミ。絶対関西人やろ。出なかったね。キレン、いや、キレるわ、キレるよ、すごいキレるよ、うんうん、服ね、だい、ま、もう気付いたら何でもいいよ。 S サイズはキレるけどね。キレン、それはちょっと突っ込みづらい、うん、それはちょっとさ、うん、キレン、うん、確かにね、俺ね本名にね、キがいっぱい入ってる。そしたら、キレンさん、今日会いに行ってよろしい。会いに行ってよろしい。よろしい、よろしい、もうすぐ会いに来てよろしい、うん、今すぐ来て。京都人、キキキリンが本名。うまいこと言うね。キいっぱい入ってるけど、キキキリンが本名と思うやんか。やんか、ちゃうねん、もっと多いねん。キキキレンちゃう。当ててキキキレン、キレン全然ちゃう。もっともっと清いから、当てて。キがもう密集してるからね。超のうち森のうちキレン。エミネムって何？あ、この音楽ね。これエミネムなんか。え、ちゃうんすか。言ったのが、なんと、はい、めっちゃキー多いで。キー多い。あ、私ね、エミネムで。森林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 で、もう一回森林って書いて森林。そう、うん、森林そう多いな、そりゃ。キキモリモリキレン、何やそれ。キキモリモリって、おう、もう絡みづらい。キキ一発ちゃうな。森林森林、かっこよくない？かっこいい。次入店したやつ、そういう名前付けさせてあげよう。うわ、なんか来たわ。
レオンさんから LINE が来た。正解。やめ。レオンさん正解。似てんねやったら来いよ。はい、じゃあそろそろね、半分いったし CM 行きましょう。レッツ CM! イエイ！えい！The largest program on YouTube in history. Which is it? オーバスト。計画に乗るか。不可能だ。役所だろ。限りありません。その通り。揃った。よし、速報 CM 明けのキレンの一発ギャグに期待。あ、ちょ、今読んだそれ。確かに。ずっと携帯見てた。携帯ピコピコしすぎて何も見てなかった。そう、もうコメントまだ200って来てるやん、マジで。たっちゃん、もうひどい。コメント 200? うん。え、毎回、ま、ね、毎回ね、俺ね、これニコ生するたんびに、うん、このコメントの低さに俺はやむねん。え、他のとこはもうどんくらい1000とか行くよ。行くんすか。俺だって他の番組ゲストで出た時、はい、1000行ったもんね。マジ？あのリク君の番組、リク君、大崎リクのおはようウサギって番組出たら1200とか言って、30分。イースさん最高なんですか？イースさんマックス1000とかね。マックス1000。これ頑張るな。おっしゃーならね。頑張るぜー。はい。男はめっちゃ。時間もいいっすか？遅く？あ、時間も関係ないっすか？この時間はどうなんですか？早いですかね、ちょっと。ちょっと早いんですか？営業時間系がやっぱ一番人気あります。そうなんだ。なるほどね。なんでみんな家帰ってきてボーッとしてる。あんま夕方には見ないのかな。あ、そうなの。みんな頑張ってコメントしてよ。俺拾うからさ。もれ、前までやったらコメントよりどんぐり拾う方が好きやったけど、今は全然コメント拾いたい。どんぐり拾うってどんな趣味？いや、もうそれが食料やからさ。キキキレン、たっちゃん指名したらいいことあるやったけど。それは指名したらわかるんだな。じゃあもう軽くアピールしてよ。アピールポイント。アピールポイント、パーリーピーポーだってわっしょい。脱ぐか。パーリーピーポー誰でもじゃない？パーリーピーポー誰でもなの？俺もパーリーピーポーやもん。そうね、俺もパーリーピーポーでたっちゃい負けない。真のパーリーピーポーがおるからな。どこに？え、隣に。あ、隣に隣にすぐおるから。店パーリーピーポー山ほどおんねんけど。キレンさん指名したらいいことある。俺ね、やばい。もう俺はね、別にお客さん楽しませようなんか思ってないから。もう自分が楽しませようと思って、ひたすらテキーラ飲んでる。キレンさん、初回ついてく。つくよ。全然。枕ね、あれね、俺ね、あれ使ってるよ。テンピュール。テンピュール使ってますよ。ええ。そういうことなのか？え、担当の店どこなん？なんて店？たっちゃんは2丁目の人だね。違うよ。歌舞伎町2丁目やろ？あ、歌舞伎町2丁目。そう、2丁目よ。ほら。おぉ、いい。ほら。新宿2丁目だと思った。毎日そこ通って帰るけど。ぽいよ、服装。え、服装っぽいよ。これ2丁目の人なの？すぐ脱ぎ着できるみたいな服装。まあ、すぐ脱げるけど。あんまりちょっとね、かっこいい裸してんからね、なかなかね。ライズアップ行かなあかんすわ。リクもレイラも、先週ので多分あれかな。レイラがちょっと先週飲んで、ダメージきたから。ちょっとダメージきて、今日はちょっと、お休みして。お休みですね。たっちゃん2丁目の経験あり？新宿2丁目ですか？飲みに行ったことはあるよ。疲れてもないし、ついてもないけどね。
ついてついてついてちょっと待って疲れてついてちょっと待ったね。ちょっとお尻の方がまだ経験がないから、ね、あそうちょっとねまだ、うん、働いた経験ないわ。ちょりマジで今ねちょ本気で本気でマジで今居酒屋でバイトしようかもね。なんでえなんで真剣真剣全然わけ分からへん。じゃ昼の仕事始めようと思う。居酒屋なんかね居酒屋を出したくて、ちゃちゃレストランの、うんうん、流行ってるレストランのランチとかにバイトで入りたい。あでそこでいろいろ学ぼうという。そう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 、うん、俺よくねいつも結構行くね六本木のねリゴレットってなんかそのご飯屋さんがね。リゴレットハンバーガー置いてたりそのイタリアン置いてたりするレストランやけど、もうすっごいよ、うん、エグザイルかって思うぐらいチームプレーが取れてて、ほうもうこう入るやんね。じゃあその係の人がね案内してくれんねんけど、このワインすっごい長い目トンネルみたいなワインセラーをくぐんのね。おうおうおう、もうすごくて、でなんかそのご案内しますって一人の人がいいよ案内するよ。じゃあ1、2みたいな感じでいらっしゃっせっつうよ全員が。すげえすっごいと思って、もうなんか鳥肌立つぐらい。イーソンは一回それしようとして2秒で無理やったもんね、うん、それを俺のイベントの時に1日だけでいいからちょっとやってよって言って2時間で無理で全員忘れてた練習はええ感じで言ってんけど ねで帰りもまあお帰りですみたいな一人の人が言うのね、うん、そしたらあらっしゃみたいな、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、絶対ありがとうございましたじゃないけど、うん、ありがとうございました、ね、そうね、すごい、ね、だから俺そういうのめっちゃすごい憧れてて、ね、やってみたいから行きたいなと思って、自分が店を出すなら絶対それにしたい俺ね。ホストね、なかなか難しくない。イーストランとかいらっしゃいませ、いらっしゃいませとかね、かぶせかぶせてくるからね。俺なんかよっしゃ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 ーって何言ってるか分からん一番意味分からんやんちゃんとしようって言ってる俺がね、そうしゃ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 ーす誰に言ってるか分からんかレベルやからね。そうそうそう、テンションだけ、テンションだけやん、テンションで頑張ってますからね、テンションだけやん、うん。あ、行ったことある人もおるんよね。いや、時給とかじゃないよね、学べることがあれば別にね。てかそこは何屋さんなんすか。イタリアン、レストラン、うん、まあ、イタリアンというか、なんだろう、パスタもピザもあるし、ハンバーガーがそこめっちゃ美味しくてよく行くの。お俺ハンバーガー好きだよね。ハンバーガーいい。そうそう、キレイさんかわいいに作り笑いじゃやっぱパキってるわ、パキってるね。そうだね、大体パキってるね。パキってるはちょっと意味がまた変わってくるけど、ね、パキってる日ないね、うん、パキってない日がないね。ナチュラルですからね。やばいよ、やっと400台乗ったけど、うん、あのもうあと5分で終わりやから。やばい、500は行こう今日はコメント諦めようね。今日はね、たっちゃん、ね、諦めようね。使わない、よしよしてあげるからもう諦めよう、うん、ジャイジャイどうしたの、もう一回して何よ何よ。たっちゃん優しい、怖くない。寒いね今日ね、これ寒がりやねめっちゃ。キレンさん超大好き、ありがとう。コメントしてたら綺麗見れないからコメントしない。なんで？どういうことやん。あ、そう、俺ね、ブログもやってるし、インスタもやってるし、ツイッターもやってるしね、思ったらめっちゃやってるね。ブログ毎日書いてるよ、俺。うん。アメブロね。アメブロ毎日。挨拶練習大事じゃない？キレンさん LINE したらいつ返してくれる？暇な時返すよ。すぐ返す。キレンログ。まあ、そうやね、うん、全然。まあ、ということで赤もんつけてもらった、ね、今日のねまあ、やっぱ誕生日の人ってさ絶対ドック乗るやん、
いますね。1年365日。まあ、こう見てくれてる中の人にも、まあ、6月30日。今日誕生日って人いる？今日か昨日か明日。うん。キレン、今日も仕事だよ。たっちゃん、リンブが片切れない。誰がしたい？インスタタメブロ、検索して。たた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 。今日誕生日って人いる？はーいってやって。いないんだね、なかなか。今日6月25 6 6だね。6キレンさん、締めの一言言っておきます。じゃあまだまだあと2、あと2、3、2分ぐらいあるから。締めの一言、ちょっと気が早いで、うん、締めの一言ね。今日もダチョンオツオツ楽しもう。はい。じゃあそんな今日誕生日っていう世界中の人に、うん、ハッピーバースデー！イエーイ！掃除大変。イランも見つけてもうたし、こう可愛いなハートや。しなんかこうパンパンってやってるとここ当たって痛かったからな。わあー、こんなもん置いて。もう一個あるで。え？じゃあかん。これ使いすぎたか。使いすぎたかんですね。これにもお金がかかってるからな。お疲れした。本当1時間番組ならないの。1時間番組ね、うん、今でこれぐらいでしょ。タッチャーに向けていく？アホか。でもこれってどれぐらい痛いの？いや普通にこれ熱いでしょ。これでいきたい。これはあの火傷する。ちょ一回一回一分だから、ほんまよ。あかん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 。ほんまよほんまよ。じゃんけんじゃんけんじゃんけん。じゃみんな視聴者、顔やめよ。これ視聴者プレゼント。お尻お尻ケツケツ、ほんまケツやって俺やって、俺やって、これ全然問題全然問題、ケツやって、ほんま1分前やばいやばい、ちょほんまほんま、ちょここやで、俺がじゃんけん勝ったら、ちょほんま鼻鼻鼻鼻鼻赤いやけどする、一回俺やけどマジよね、一回ここタバコやけど、そうなんじゃんけん、はい、あいこでしょ、あとは参加しよう参加しよう、最初やって、あと何の違うの、すいませんでした、謝んのかい、やらんのかい、やって委員会じゃん、え、ちゃうちゃうちゃう、俺がよ、え、負けたやん、じゃんけん、なんでやねん、顔はあかんけど、そういうのはね、めっちゃ思んなよ、ごめんなさい、500も乗らんかったという、ほんとに、やばいやばいやばい、キレンさん、毎週出たら、毎週出るよ、俺、じゃあ、二人に LINE してね、ありがとうございました、はい、バイバーイ、ありがとう、またねー、イエーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。君がいる世界を